皆さんこんにちはウェブサイトとメールのネットワーク通信の仕組みをお話ししますパソコンから itschema.com のウェブサイトを閲覧するケースを見てみましょう まずインターネット周りの知識として皆さんが使うパソココンン、ンやスマーーーーートト、フォタタブレットそしてサーバーも全てサバもすピューターに分類されますコンピューターのうち私たちが日常的に使うパソコンやスマートフォンなどは情報を閲覧するためにリクエスト・要求を出すお客さんの立場なのでクライアント端末と呼ばれます。 それに対しサーバーはクライアント端末のリクエストに応えるために設置されているものなので サーバーバ端末と区別していますそれでは「IT スキマ .com」の URL をブラウザに入力してウェブサイト情報が画面で見れるまでネットの世界で起きていることを見てみましょうまずクライアント端末は「IT スキマ .com」の情報を「ください」とブラウザを通してサーバーにリクエストを送ります。 ウウェェブブサササイトの情報をを扱うーーーーバーをウェブサーバーと言いますまた it スキマ .com の URL は人間のみが解釈できる文字列でありコンピューターはこの文字情報だけでは理解できませんそのためコンピューター端末にも分かるこのような形式 IP アドレスに URL を変換する必要があります IP アドレスはコンピューターネットワークの住所と言われますクライアント端末も サーバー端末もどちらもコンピューター端末であることから IP アドレスはそれぞれに存在しコンピューター同士が情報をやり取りするときは IP アドレスをもとに情報を送って受け取ることになります。 ここで URL から IP アドレスに変換するためには DNS サーバーを経由しますドメインネームムシステムなのでで dns す IT スキマ .com サーバーの IP アドレスが分かったらリクエストのあったクライアント端末にウェブサイトの情報をレススポンス返答しましまょうこれで無事に男の子は IT スキマ .com のウェブサイトを見ることができました。またウェブ サイトの情報となる HTML や CSS、JavaScript を扱うときそれぞれのコンピューターでは通信プロトコルにより情報を解釈していますウェブサイトで情報を扱うときそれぞれのコンピューターも解釈する方法が変わってきますウェブサイトを扱うときには HTTP という通信プロトコルが利用されるため知っておきましょう またウェブサイトから PDF ファイルや動画データなどファイルをダウンロードする時には FTP サーバーに対して FTP プロトコルを使って通信します。 続いては猫からネズミへメールを送信するケースを見てみましょうメール送信で登場するコンピューター端末は猫のクライアント端末猫のメアドが管理されるサーバー端末ネズミのクライアント端末ネズミのメアドのサーバー端末の4つとなりますメール送信でもウェブサイトと同じようにそれぞれの端末には IP アドレスが割り当てられていますまずネコのクライアント端末は などを発行したねこ com のメールサーバーにネズミの宛先とメール文章の情報を送ります。 ネドッ .com のメールサーバーは宛先のネズミ .com の IP アドレスを調べます。IP アドレスを調べるときは、ウェブサイトと同じく DNS サーバーを利用します。ネズミ .com の IP アドレスが分かると、ネズミのアドレス元であるネズミ .com のメールサーバーに情報が届けられます。ネズミ .com のサーバーがメールを受け取ると、ネズミのクライアント端末に通知されます。ネズミがメールを開封することで、サーバーからメール が閲覧できる仕組みです。メールの情報を送る時の通信プロトコルはサーバーにメールを送る時は、smtp プロトコル、クライアント端末に情報が渡る時は pop3 が利用されます。また、メールに文字情報以外の画像や動画ファイルなどが添付されている場合には、マイムというプロトコルが利用されます。 ウェブサイトとメールのやりとりでは、情報のやりとりが異なっているため、二つは区別して役割を知っておきましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の IT 隙間教室でお会いしましょう。